新選組の沖田総司、藤原の金吉がお相手だぞ。三次元における時間軸の流れは直線ではない。かなり不規則な形で渦巻いていると考えていいでしょう。これがタイムスパイラル理論です。タイムスパイラル理論を証明する生きた証拠が彼なんですよ。風間亮君。風間さん優しいよね。は、おめえのことなんか聞いてねえよ。風間さんはどうしたって聞いてんの。現実にあるんだ、タイムスリップって。いざ。おう。どうかこの国を無駄を惜しむ製品の国に立て直してください。